どうしようかね、モンスターボール。買う、あ、でも、あと1個しか持ち歩けないか。いい。よし。これ育ってるポケモンと全然育てないポケモン、結構これ、あれだね、格差出てくるな、これ。よし。うい。うい。同じのしか出てこないでしょ。オッケーオッケー。コラッタ。コラッタはもういらないから、ひたすら殴る。オッケー。うわ、めっちゃ強い。急所。よしよし。とりあえずストロングをまず、レベル上げて強くしよう。まず強いの一体ないと話にならんな。さっきのあの、あれ？また？え？また？もう、またやるの？てか、またいたの？くっそ、こいつ。いやー、こいつ強えんだよ、ポッポ、レベル9がさ、強いんだよ。ちょっと待って、ヤドリギの種。砂かけ。はい。いい。この間に攻撃しちゃえ。うわぁ、最悪だ。オッケー。決めろ。うわぁ、何やってんの？うわぁ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと。体当たり。じゃあ、この間に体当たり打っときゃよかったって話になるよね、これね。うわ、全然当たらねえ、もう。なんだよ、これ。あー、こっちも砂かけやりゃいいのかな。つくねえ。やべえ、これだけ数多くいてもまだ負けるのか、これ。砂かけいけ。砂かけ、オッケー。もう一つ砂かけいけ。あー、ダメか。クソ、マジ強いんですけど。ちょっとマジ強いんですけど、こいつ。なんなのこれ。鳴き声。攻撃力下げよう。鳴き声。いいよいいよ、もう。泥試合だな、おい。うん、どれだけこいつ砂かけてくんのよ。あ、オッケー。だいぶ下がったでしょ、これで。いや、オッケーオッケー。全然、うわー、当たんねー。当たれ。よし。くそー、泥仕合だ。もう。傷薬欲しいなー。薬草。うわー。よっしゃ。リード取った。当たれ。リード取った今のうちに当たれ。クソ、当たんねー。当たれ。よし、倒せ倒せ。まだか、まだか。えい、よっしゃ、オッケー。ようやくだわ。いや、買えない。ちょっと待って、これね、また鳴き声で攻撃力下げたい。うわー、ストロング頼む。頑張ってくれ。攻撃力下げる。よし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 。あー、ヤドルギの種。うわー、当たんねー。うわー、何やってんだお前、ほんとに。うわー、ダメだ。砂かけがほんとに効いてんだこれ。うわー、ダメだ。話にならん、話にならん。全然当たんねえ。うわー、マジかよ、氷結。尻尾振る。防御力、オッケーオッケーオッケー。はい、鳴き声で攻撃力を下げてくる。こっちは尻尾振って防御を下げる。よし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 。これでいくらか戦えるんじゃない？向こうの攻撃力も下がってるはずだから。
よし、やれるぞこれ。あー攻撃力下げてくるね。やれる、大丈夫大丈夫、戦える。オッケー、なんとかついていくんだ、なんとかついていけ。えい、よっしゃ来た。リードリード、リードを奪ったぞ。このリードを逃げ切りたい。くー、倒せ。よし、やった。初勝利。オッケー、タケちゃんに初めて勝った。あーこいつダメだ、真似を。あ、なるほど、これでお金もらうのか。完全にカツアゲだなこれ。どうやらポケモンリーグには強くてすごいトレーナーがうじゃうじゃいるらしいぜ。どうにかあそこを通り抜ける方法を考えなきゃな。お前もいつまでもここらにいないで、とっとと先に進めよ。はい、そういうことか。いやでもね、こいつに取られたお金まだ全然回収できてないけどね。750円も取られたからな、痛いな。まあしょうがないっすね。よし、回復回復。まあでもなんとなくだけど戦い方が分かってきたかなって感じはしますね。やっぱデバフである程度こう相手を弱らせてからでないとちょっと厳しいかな。まあそれにしてもやっぱりストロングがもう少し強くなきゃダメだよね。まあ頑張りましょうか。まだね、始まったばっかだからね。はい、来た。レベル2。これは弱いんじゃない？これ意外と瞬殺だったりしない？あ、そうでもないけど、でも結構いいとこまで追い込んでんね、これね。どうだろう。OK。いやーでもやっぱレベル低いと経験値もしょぼいよなーこれ。次のレベルまでは9。OK、OK。10でなんかもう一つ技覚えてくんねえかな。なんか強い技覚えてくれないか。お！鬼スズメ。はい。いやー捕まえたいなー。鳴き声、はい、まあ鳴き声はいいや。ちょっとなんかめやる気あんのかよおめえ。くそー、全然聞かなくなっちゃった。鳴き声2回も食らっちゃえばやっぱ全然ね、よだめ落ちちゃうよな。つつく、はい、つついでくんのかこいつ。なるほどね。ちょっと待って、モンスターボールがね、あとね、1個しかないんだよ。はい。どうだ？はい、オッケー。よしよし。忙しくあちこちを飛び回る。体力は少ないが、オウム返しを使うと手ごわい。オウム返し。はい、ちょっと名前つけようか。鬼スズメのニックネーム。あー、これも鳥だよね。あー、鬼スズメのニックネーム。あー、何にしようかな。何にしようかな。ぼんじり。ぼんじりにしよう。はい。ぼんじりです。あれ？んがない。あ、オッケー。ぼんじり。えい。こっちは、行き止まりって言ってたっけ？正面ゲート、はい。こっちは行けないのかな？ポケモンリーグ。はい、ここから先は本当に強いポケモントレーナーだけ通れます。あなたはまだグレーバッジを持ってませんね。決まりですから。あー、はいはいはい。でそのバッジはあれか、
ジムで取ってこいってことでしょ、多分。そういうことだよね。じゃあちょっと行ってこようか。いやでもタケちゃんにね、ほんとギリギリで勝つぐらいだから、多分ジム行っても勝てねえんじゃねえかな。レベル上げなきゃダメなのかな。こっちは2番道路、トキワシティ、ニビシティ、次ニビシティってどこ行くのか。ちょっと待って、レベル上げよう。レベル、ちょっとあと1回戦えばレベル上がるんじゃない。まあまあ出てくる敵はあんま変わんねえな。なんかいつも同じ感じの敵しか出てこない、ポケモンしか出てこないね。オッケー、よし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 。まあまあまあいいでしょう。レベル上がった。何も覚えない。マジか。こらった。ちょっと待って。モンスターボールどうしようか。買ってった方がいいかな。なんか新しい、わ、こいつ欲しいわってやつ出てきたらさ、捕まえたいよね。オッケー。どうしよっか。あれ？あれ何？いや、いけねえな。宝箱的なことなのかな。こっちはコラッタはちっちゃいけど、前歯の一撃は侮れない。もう捕まえたかしら。捕まえたけど、まだ全然弱い。時はの森へ行くの。森は天然の迷路よ。迷わないよ。気をつけて。と言われましてもですね。友達と虫ポケモン取りに来てるんだ。ポケモン勝負したくて、みんなうず、あー、ここに虫ポケモンがいっぱいいるんだね。ちょっと待って。モンスターボール、ちょっと持ってこよう。もうすっからがんだから。待てよ。モンスターボール買ってお金すっからがんにして、一回ジム行ってみるってのもありだよな。それで負けちゃっても、お金半額でまたここ戻されるだけだと思うから、物に変えちゃえばいいんじゃない。どうだろう。 OK、 はいはいはい、よし。ショップ、はい、買いに来た。モンスターボール5個を買っちゃおうか。まああと30円しかねえけど。はい。30円しかない。野宿確定だな、こりゃ。ちょっと一回ジム行ってみようか。ジム、ジム。ジム行って、あら、間違えた。ああ、おそらく勝てないと思うけどな。いつ来てもこのポケモンジム、そうなの？一体どんなやつがリーダーをしとるんじゃろうか。あ、まだ行けないのか、じゃあ。そうなの？たけしくんじゃねえの？違うのか。そっか、じゃあまあ、また後で来る形になるんだろうね。そういうことね。じゃあもうこのまま進むしかないじゃん。行こうか、じゃあ。はい、虫ポケモンだってちょっと楽しみだよね。ここは、喧嘩したくないんで、このまま行きますね。いやっと。よし。はい、どっち行ったらいいんだろう。左行ってみる？ちょっと待って、ルートがよくわからん。来たー！なんだこりゃ！トランセル。はい。なんか、硬そうだな。ガッチガッチなのかな？あ、そうでもねえな。あ、硬くなる。はいはいはい。はい。硬くなる。あ、これしかできないのかな？こいつ。モンスターボール。はい。よーし。はい。
トランセル、サナギポケモン。硬い殻に包まれているが中身は柔らかいので強い攻撃が耐えられない。これ、なんかあれかな。サナギからこう変えるのかな。レベル上がって進化したら、どうなんだろうね。ちょっとわからんな。ニックネーム、はい。トランセル。うわぁ、気持ち悪い。完全に雲じゃん、これ、雲。雲だよね。トランセルのニックネーム。どうしよう。雲。雲。団長だな、団長。団長さん。はい。団長さん。はい。あれ？矢印、矢印。団長さん。はい。団長は誰かの、強制、選ぶんじゃねえんだ。強制的に。そっか。連れて行かれちゃうんだ。あ、なにこれ。おー、やったぜー。貴重な、モンスターボール。お、来た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 。キャタピー。はい。かわいいな、こいつ。こいつもかわいいね。よし。大丈夫？倒しきらないよな。オッケーオッケー。糸を吐く。糸を吐かれるとどうなる？素早さが下がる。あー。なるほどね。モンスターボール。はい。よーし。キャタピーを捕まえた。はい。緑の皮膚に覆われている。脱皮して成長すると糸をかけてサナギに変わる。あー、でもさっきのやつもトランセルのサナギポケモンじゃなかった？こいつが進化してトランセルなんのかな。どうなのかね。キャタピー、はい。キャタピーニックネームつける。ああ、やっぱ同じ系統だもんな。キャタピー。キャタピー。キャタピー。名前何にしよう。キャタピー。タピオカ。タピオカ。タピオ。タピオにしよう。タピオ。はい。タピオ。タピオ。タピオくん。はい。タピエじゃねえ。タピオ。はい。これは？ああ、はいはいはい、オッケー。オッケーオッケー。こっちは？持ってるポケモンが弱ってきてた、戦わせないときは草むらを避けて帰ろう。まあね、避けられないときあるじゃんね。ポケモン取ろうとしてモンスターボール投げてたらすぐなくなっちゃった。君も多めに買っとくといいよ。はい。忠告ありがとうございます。はい、よし、君はポケモン持ってるな。勝負、そのパターンか。でもこれでお金いっぱいもらえるんじゃない？はい。うわぁ、思いっきり睨みつけてるけどね。虫捕りの少年が勝負を仕掛けてきた。はい。ビードル。おーっと、こいつもまた可愛いじゃない。なかなか。オッケー、毒針。他は今一つ。そうだよね。毒属性だもんね。いいね。はい。この辺の、だから、エリアでは、この、不思議だねが、どうなんだろう。特攻、キャラなのかな。はい。キャタピー。お前もキャタピー持ってたのかい。はい。大丈夫、大丈夫。まあこの辺のダンジョンはストロング一人であれなんじゃない、抜けきれるんじゃない、ちょっとわからないけど、どうだろう。糸を吐く、大丈夫。えい、いや、タケちゃんは強かったけど、他のあれだね、ポケモンマスターなのかどうなのかわからないけど、いや、あんま強くないね。し、虫が逃げるからまたな。こっちは？
ああ、このルートレックさ村避けられるってか。お得な掲示板。ポケモン図鑑はパソコン通信で大きい高瀬見てもらえる。これ話しかけたらまたバトルになるのかな。おい、ポケモントレーナー。あ、そう、ポケモンマスターじゃない。ポケモントレーナーね。勝負は断れないぜ。やっぱそうなんのか。また同じ人じゃねえか、これもう。よし、行こうか、じゃあ。あー、ビートル、また同じ。大体このメンツだよね。でもレベル高えな。レベル7か。効かぬのだよ、毒針は。私に毒針は効かないんだよ。はいはいはい。とはいえね、チリツモですよ。ダメージチリツモ結構ね、きつくなってくるんですよね、これね。もう20だしね。あまり余裕ぶっこい出ると、ちょっと、やられちゃうかもしれん。いや、なんか強い技覚えないかな。コクーン。はい。また、なんか、硬くなる。お前もかい。あー、結構硬え、こいつ。結構硬え。あー。硬くなるしかこいつ、やらないの？いや、もうカッチカチじゃん、これ。アドリキの種。よし。カッチカチ。あー、間違えた。じゃあ体当たり。まあ明らかにこいつ攻撃してこないんだったら他の育成用のね、育成中のポケモン出してもいいかもしれないけど、まあ今はとりあえずストロングを強くすることだな。絶対的なエースが欲しい。まあ属性によってそのなんていうの、相性ってあるとは思うけど、とりあえず困った時は多少のね相性がこう 悪くても。レベル差でなんかこう押し通してしまうみたいな、押し切ってしまうぐらいの強さが欲しい。ビードル。あ、いらん。はい。いらない。宿り木の種。はい。よしよしよし。あとは体当たり。やばい。もう、体当たりの回数もだいぶ少なくなってきちゃってるね。うわぁ、外れる。ちょっと待て。うわぁ、外れる。なんだこれ。くそ。うーわ、なんで。三連チャン。命中率下がる。デバフ食らってたっけ？OK。いや、もうそうこうしてるうちにこれ、ストロングあれだね。全然行動できなくなっちゃうなぁ。OK。OK, OK。レベル上がった。なんか覚えろ。なんか覚え、あ、覚えない。くそぉ。70円しけてんなぁ、おめぇ。あと、うわぁ、体当たり4回、宿り木の種7回か。これは厳しいね。あ、宝箱。毒消し。毒消し買ってきてるからな。一回撤退するか。はい、撤退しよう。ちょっとね、もう、だいぶ苦しいから。来た来た来た、トランセル。どうだ、あと4回のうちで倒しきれるかな。あ、余裕かな、多分。うわ、バカ野郎。外すんじゃねえよ、もう。勝って。
はい、もう実質もう使えなくなっちゃったねこれね。まあでも草むらよけて帰ればいいんじゃない。オッケーオッケー、よし、ポケモンセンター行こう。もう自利品状態だから、自利品なかなか厳しいっすよ。なかなか思うようにいかねえな。ポケモンセンターよっと。あ、じゃあこれはショップだわ、間違えた間違えた、こっちこっちこっち、よし、オッケー。いや難しいな、こんなに苦労した記憶あんまないけどね。よし、まあちょっと早いけどここらで終わるか。11時半、まあ1時間半やったからまあいいかなって感じしますね。はい、よし、はい、じゃあ今回はこれで終わりましょう。ね、このポケモンの配信は通常配信でね、これ以降やっていくか、またライブでやっていくか、ちょっとまだ、はい、考えます。今でライブドラクエ6の方もね、だいぶ進んできたんだけど、ライブ2枠で行くか、今ちょっとその辺悩んでます。はい、考えてます。なので、もう少々ね、お時間ください。今日の分の配信した分は分割して、また再アップしますのでね。はい。またあの場面ちょっと見たいなとかあったら、またね、見ていただければ嬉しいっすね。そんなところで、じゃあ今回のポケモン配信はこれで終了です。ご視聴ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。